皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は前回の RG の試乗に引き続きレクサス LX も同じくメンバーさんの店舗で試乗させていただけることになりました。実は過去のオーナーズレビューで村山さんの LX600 オフロードパッケージレビューさせていただいたことあるんですが、カメラの機材トラブルでドライブ編が全然撮れていなくてですね、まあそれにかなり時間も経っていて、正直ドライブフィール全部忘れています。そして先日ですね、レクサス GX 新型が発表になりまして、私も買うという宣言はしたはいいものの、まあサイズ感とか乗り心地とか含めてどうなのかっていうのをちょっと改めて実感したいなということで、今回はこの機会をいただきました。でですね、今日一緒にドライブに付き合っていただく方々としては、オーナーズレビューにも登場いただいたリバーさんと竹千代さんに登場いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあ早速ちょっとワイワイと乗っていきたいなと思うんですが、エンジンつけるところからやっていきたいと思います。これちなみに竹千代さん買ったのと全く同じ仕様なんですよね、はい、全く同じですね。標準グレードって言ったらいいんですか。そうですね、基本ベース、標準とオフロードパッケージとエグゼクティブでしたっけ。そうです。まあでも内装もね、これタンカラーだし、すで、うんうん、にラグジュアリー感ありますよね。ありますよね。正直我々この試乗の前に、まあ、GX 見て、まあ、フレキションメーターだとかいろいろなものを見ると、正直 LX ねーって、我々注文してるけどねーとかって言ってたんですが実物見てやっぱかっこいいなっていう、ちょっと興奮してる感じですよ ね、うん、いいですね。このまま試乗編やっていこうと思います。エンジンオン。あ、結構振動は来ましたね。揺れますね。ね、揺れますね。おお、まあ、やっぱメーターとかの表示とかはこれは世代が結構古いので、ナビこそ最新世代が上には入ってるんですけど、まあ、設計がですね、おそらくレクサス NX よりもさらに前だったということなので、まあ、その当時主流だった 12.3 インチ、そして別のディスプレイで拡張をしているメーターなどは LS とかと同じ世代ということですね。 ADAS なども第3世代なくて、いわゆる 2.5 世代と言われるものになっていますが、まあ、実際どんなものが運転していこうと思います。シフトノブとかはね、これちょっとカメラでは入ってないですけど LX と同じですね。やっぱ物理式で E ラッチとかもないということですが、さあこの巨大なボディで駐車できんのかっていうねこれフロント今ねトラックがいてちょっと見づらいですけど、パノラミックビューモニターはここだ、この右側にあります。おお、これは画質とか床下透過機能は全て NX と同じ最新世代ですね。この辺りのADASは新しいんだ。ほう、よし、じゃあちょっと行ってきましょう。今ね走り出した瞬間だけの印象ですけど、思ったより曲がりますよ。もう記憶ないので前回の、正直どんな感じかなっていうところですけど、あとなんかウインカーの音が明らかに違いますね。カッチカッチ。先ほどね、インターネットで見て確認したはずなんですが、すでに忘れちゃいました。最高出力400超えてるって言ってましたよね。415馬力でトルクは650ニュートン。ちょっとこの一般道から加速をしますね。あー、でも結構速いと思いますし、パワーもあるけど、だいぶラグありましたね、踏んでから。相当目線高いかなと思いますけど、あ、でもクルーズのスイッチ類は全部世代古いけど、あー、やっぱでもワンタッチじゃいけないんだ。なるほどなるほど。今助手席にお乗りのリバーさん、どうですか、乗ってる感じは。そうですね、なんだろう、本当に素人目線のお話しかできなくて恐縮ですけれども、まあ、車高高いんで乗ってる分にはやっぱ疲れないですし、ただやっぱこう先ほどのこう加速が遅れてくるっていうのは助手席でもちょっと感じましたね。あ、やっぱ踏んでから音がね、うなってからちょっと出る感じですよね。そうですね。いやでも確かに見晴らしはめっちゃいいですよね、うん、なんかやっぱちょっとちっちゃなトラック乗ってるみたい。そうですねなのにこうステアリングは RX とか NX と同じですし、思ったよりこの何でしょう、室内空間っていうんですか、車内のこの中の空間自体は割と底上げはされてるけど広くはないというか、そんなに広すぎないで、逆にそれが何だろう、車両感覚っていうか車体の幅の感覚、なんか思ったよりこう管理できそうな距離感に感じちゃうんですよね。外から見た印象と乗ってみての印象はだいぶ異なる。変わりますよね、はい。でも決して狭いとかそういうことはもちろんなくて、ね、なんだろう、不思議な感じがします。で、あとはこのやっぱ特徴的なボンネットですよね。外から見るとここまで極端にベコッとへこんでる感じしないんですけど、こう右斜め前と左斜め前がフロントに向かってこうすぼんでるような錯覚を覚えるし、
下がへこんでるおかげで前がちょっと見えるんで、思いのほかなんか自分で車体感覚分かってるのか、必要以上になんかちっちゃく感じちゃってるのか、なんか不思議な感じがします。なんかボディが見えてる感じがします ね、 しますね。なんかここから見える景色はボンネットの形状からして、あの他社ですけどラングラーとかに乗った時と同じ感じがしますね。なんかこうすぼんでるっていうんですかね、フロントが不思議、でかいんだけどなんかでかく感じてないような気がするっていうんですかね。でもあのネモさんがよく言ってるんですけど、ネモさんランクル乗ってて気に入ってるけど、やっぱこのオンロードで走るとすごい小刻みに震える、それはラダーフレームっていうこういう機構の車では仕方がないことらしいんですけど、それが耐えられなかったって言ってたんですよね。でも LX はその点優秀だよみたいなことを皆さん言ってて、まあ、確かに普通に走ってれば普通の乗用車な感じですかね、乗ってる皆さん。あ、でもやっぱこういうところだとちょっとポン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 、さっき RX とか RG では感じなかった羽とブレーキが効かないです、うん、思ってるよりは車重で、重さですね。そうだからやっぱ想像よりも結構踏まないと、うん、まあ私がね普段乗ってるのがハイブリッド車の 500H なので、回生ブレーキもついてるからやっぱそんな踏まなくてもよく効くし、あっちは6ポットのね対向ブレーキキャリパーっていうのもあると思いますけど、いやでもラグジュアリーですね。そうですね、高級感ありますよね、室内の内装も本当に、うん、やっぱり振動とかその路面から来るショックっていうんですかね、あのそれこそ別に入ること自体が悪いわけじゃなくて、入った後にどのくらいこういなせるか、不快な振動が残らないか、そういうところが大事な感じがするんですけど、やっぱり印象的に価格が一番高いレクサス車に今のところなっているわけですし、内装の仕立てはこれだけラグジュアリーなんで、乗り心地のところも、まあ、こういうオンロードでもかなりいいんじゃないかっていう期待値がな勝手に高くなりすぎてるところがあるんだと思います。ただそれでいくと、うん、おうおう結構くるくるくるなっていう印象はあります。そうですね、助手席に乗ってても結構拾ってるなっていうのは、うん、今日乗った、RX500H だったり RZ に比べるとちょっとこうキャラクターは違うなっていうような印象ですね。結構竹下さん後席もいやーコツコツ来ますね。やっぱりそうなんだ、まあ、だからこそ今までその購入対象に、まあ、そもそも大前提お金がないと買えないんで買えるかどうか問題はさておいてですけど、やっぱりキャラクターとして通常でねこういう道で使うことが大半多いじゃないですか。特にこんな高い車をオフロードに持っていける人ってもう尊敬しかないんですけど、すごいですよね。そうですね、我々だってもう気使っちゃって傷をつけたくないだったり汚したくないっていう風な感情がどうしても働いてしまいます、ね、そんな泥のついた靴でとかねなるじゃないですか。それがならない人っていう、まあ、その天竜人の人たちしか本来使えないから、やっぱりそのラグジュアリーででかくて最上級の車とガチガチのオフローダーな車とのそのバランスっていうんですかね、はい、それがやっぱり難しいところなんだろうなというのは勝手にね、オフロードにでも走ったこともない人間が思いますけど、ただ逆に私もレクサスのイベントでものすごいオフロードの道っていうか、もうそのタイヤがもう限界まで離れて斜めになる道なような道を体験したことがあって、その時に、まあ、普通の車じゃ絶対にできないことはこの車はできる、で仮に災害が起きた時にもこれ一家に一台あったらなんか生きて抜け出せるんじゃないかみたいな。そうですね、どこからでも帰ってこれそうですね、うん、やっぱそういう違いですよね、うん、まあ、それを新しい新型の GX はこの LX にも採用されなかった、そしてランクルでも GRS という一部のグレードにしかついていない EKDDS だったかな、ちょっとまだ覚えてないんでテロップで修正入ってると思いますけど、それが入っていることによってそのオフロードの時の利便性、そしてオンロードの走行安定性両方をね、まあ、達成してるって歌ってるので、この LX よりもオンロード性能においては軍配が上がるということを祈って、ちょっとまあ買えるかどうかはありませんけどね、欲しいなって言ってるんですけど。そうですね、あんまりオフロードの車に興味ない私ですけれども、うん、まあ何でしょう、そういった GX のこう見た目のキャラクターだったりですとか、まあ、乗り心地がオンロードの性能が、まあ、RX とは言わないですけど都市型のこう SUV ってところをこう二面性をこう持ってるような車であれば、まあ、今回 LX のこう試乗動画の中で申し上げるのもちょっとなんなんですけれども、やっぱ GX の方にこう人が流れるのは仕方がないのかなっていうのは
ちょっとこう客観的な目で見ると思うところですね。ただ私前回村山さんに乗せていただいた時はここまで感じなかった気がするんですよ、このプルプルトントン。だから村山さんの時に乗せてもらったのってオフロードパッケージだったんですよ。つまりホイールというかタイヤサイズがもうちょっとインチダウンされてたはずなので、そこから来てるものなのかもしれないですね。こんなに感じなかった気がするな。それでいくと私はオフロードパッケージ、竹千代さんはこの標準全く同じの選択してる、ね、いやちょっとどうなることやらですね、うん、あとオプションでホイールサイズインチアップして22インチになってるからかもしれない。あ、これは今22インチですか。22インチのホイールだと思う。あ、なるほど、さすが同じの買ってるだけありますね。ちなみに竹千代さんのやつは22インチ、はい、しちゃいましたねじゃあこれ全く同じ仕様ですね。まあだから逆に言うとその分見た目がねありえないぐらいかっこよかったので、まあ、そことトレードオフになるのかならないのか。いやでも、うん、ちょっとそこぐらいかな。まあ、やっぱりこう走ってても普通に乗れちゃってるのがちょっとやばいなって思いますね。そこまで巨体感を感じないですよね、うん、乗ってると。でもこう他の車と並んだり近づいてみると明らかに目線が高いのでやっぱ高いというかでかい車に乗ってんだなってちょっと気づかされます ね。横のラインで目線合う車ほぼいないですよ ね。ちなみに竹島さん後部座席どうですか。なんか最初さっきドア開けた瞬間だけだと、うん、やっぱりこう床面が高くなりすぎててなんか狭そうなのかなって思っちゃったんですけど。いや広い、そんな狭くはないですよ。全然あの広いですし足元も全然スペースありますし。あ、そうなんだ、はい、じゃあそこのあたりも問題なさそうですね。大丈夫ですね。今竹千代さんからアドバイスあったんで車高を上げ下げできるということでちょっとおー、うん、すごいすごい。あれでもこれがいっぱいにローみたいですね。多分高速走行すると自動でローになるのかな、うん、で上げてみます。え、今上がってる？上がってます。上がってる、上がってる。すごい。これ今ハイ1。さらにハイ2行きます。おお。これマックスかな。あ、まだ上がりますね。すごい上がった。最終量上がりましたね。2段階上がりました今。当初より高いですね。これの方はデパーチャーアングルを確保できるけど。すごい揺れるようになってますね。あ、でもすごい高くなった。え、こんな変わります？目線がすごいですね。すごい高いですね。これちょっとカーブとか怖くなるぐらいの。怖い、うん、怖いですねこれは。おうおう、まあ、跳ねるけど、まあそうですね、オンロードで使うモードじゃないですね。そうですね。で逆に言うとこれが高速域になると通常状態だと多分あの一番低いところまで4段階ですよねあるはずです。でこの機能確か GX についてるものだと思ったらついてないんですって。へー。だからそういう意味でいくとやっぱより本格的にオフロードのところに行けるとか、ね、まあ、乗り降りするときだけ一番低くなる、で通常時はちょっと上がる、で高速でまた下がるみたいなのは LX の特権ってことなんだと思いますけど、本当に山に行ったりねオフロードに思いっきりっていう方だったら、まあ、間違いなく LX が最強なんだ。こっちの方が最強なんでしょうね、はい、だからまあ良くも悪くもこうライトなユーザー層に GX は刺さるのかもしれないですね。そうですね、まあ、軽い気持ちでオフロードっていうよりかはこうアウトドアに使えるし、うん、まあ、価格もちょっと求めやすいし内装もすごいいいですよねこっちは。いいですね。だからいいですね。その分、まあ、気も使うけど高級感、あっちは気使わないけどちょっと安いみたいな感じなんでしょう。じゃあちょっと下げていきますね。なんかすごくこう普段体験しないような体感しない動きなのでちょっと気味が悪いというか。そうですね。面白いな。不思議ですね。これがですから一番最初試乗し始めた時よりも低い、まあ、ローなモードですね、まあ、それでも他、うん、周りに比べてやっぱ高いですけど ね。ちょっとこれで一般道のね今のところ少しだけ走ってみて感じ方変わるのかが気になりますね。うん、なんかさっきの一番上に上げた時よりは揺れてないからなんか適宜良くなったって感じしそうですけど、まあ、それでもやっぱコツコツ感といいますか、うん、まあ拾うなっていう印象は。そうですね、うん、収束が悪いのかな。やっぱいつまでもパタパタってしてるような揺すられ続けてる感覚に。あ、それは感じますね。まあそこはねやっぱりラダーフレームの SUV なんで逆にここまでで抑えてるのがすごいとか、うん、当然仙台 LX なんかに比べると非常に良くなってるっていうのはおっぱらのね評価だと思うんですけど、まあでもやっぱ普段普通のシティハイ SUV に乗ってる人からするとそこがちょっと気になるかもなっていうところですね。そうですね。さあここからですね
自動車専用道路入っていくので、まあ、私はね運転支援系 ADAS 関連うるさい系でやってますので、ちょっとそれの精度を改めてチェックしようかなと思います。クルーズスイッチオンにしてセットボタン、やっぱここはね世代がちょっと古いから仕方ないんですけど、まあ今までの LX とかのモデルライフの長さを考えると全然変えてくれなさそうな雰囲気がするんですけど、でもやっぱ弟分の GX がおそらくレクサスセーフティシステム第3世代搭載してそうな雰囲気はあるので、まあ、フル液晶じゃなくてもいいにしても ADAS ぐらいはどっかの年次改良で改良してあげないとレクサスらしさをキープできないような気はしますよね。素晴らしい機能なんでやっぱつけてほしいところですよね、うん、それこそこのラダーフレームがベースとなっているこのフルサイズ SUV というか本格派 SUV たちにはその ADAS 関連はね安全のために逆につけられないかなとかいろいろ思ってたわけなので、 GX につけられるってなっちゃうと、まあ、今のねハイトコントロールとかそういったものとはバランスが悪いとかあるかもしれませんが、乗用車ライクのところの快適性も高めてあげた方が、まあ、売りやすくはなりますよね、うん、でもどうなんだろう、今自分でって思いました、ね、やっぱハイトコントロールなんて絶対重量バランスというか配分変わるだろうし制御が変わってくるんで、それができる利便性を残すとプロアクティブドライビングアシストなんか入れられないのかな。だからその単純な価格とかデザインだけじゃ決められなくなるかもしれないですね、 GX と LX の選択は。より乗用車ライクに乗りたい方は GX、 本格派は LX って分かれるのかな。まあでもユーザー目線に至ってこう選択肢が増えるっていうことはいいことなので、これで LX がなくなって GX だったら話は別だかもしれないですけど、うんうん、LX が残ったまま GX が新登場っていったところで、よりLX よりも GX の方がこう向いてたユーザー層っていうのは取り込めると思いますし、そういったところの選択肢が増えるっていうのは、まあ、我々にとってはプラスに働くんじゃないかなと思いますね。そうですね、このモニターはこのモニターで、なんだろう、違う目線かもしれないですけどかっこいいっていう風に感じるんで、うん、ナビ以外では、そうですね、それのコックピットのこの感じもそうですし、うん、男心くすぐるとかっていうところは非常に感じますね。いやこのエアコン一つ取っても今すごいいいですよねデザインね。いいですね、これ欲しいです。今多分撮影しておいた写真が出てると思いますけど、これだったんですよ。だから先代の NX とか RX の世代のさらに先、いわゆるこの LC、LS、LX、まあ、UX、ES の世代っていうのはエアコンパネルとかがちゃんとそのレクサス車ごとのデザインになっていて、本当にね、あこれ高級車だよねっていうからの今の世代になっちゃったんで、まあ、やっぱりねインフォテインメントの中のデザインってその高級感を感じるかどうかに結構直結するんで、まあ、エネルギーフローとかがなんか理科の実験みたいになってるっていうところは、まあ、あんまり開かない部分もあるし見やすさがあった方がいいと思いますけど、でも他社のプレミアム SUV とかもしくはマツダなんかこぞってやっぱかっこいいんで見劣っちゃうのは事実だし、まああれの意図がちょっと組めないっていうのも分かりますね。これかっこいいな。かっこいいですね。ライトな車好きっていうのはメニューの中に自分の車と同じ仕様のアニメーションが入るとか、そのエアコンの絵がねかっこいいスタイリッシュっていうだけで上がるんですよね、まあ、あと本当に一目でこう今どこが何がついてるのかっていうのが見やすいですし、うん、今ベンチレーションいじったんですけれども、ベンチレーションもレベルによってこのシートの青の濃さがこう変わって表現してくれるっていうのは、まあ、分かりやすいとかっていうのもあるんですけども、まあ、この辺のギミックって言ったらあれかもしれないですけど、やっぱ本当男心をくすぐるっていうのはすごく感じますね。グラフィカルでいい感じですよ ね、 いいですね。あとはやっぱりオートにしてて今レベルなんで動いてるかっていうのが分かるじゃないですかこの世代、はい、これが欲しいんですよ。なるほど。これを本当にレクサスさんは早く新しい世代のナビで直してもらいたい。全然違いますよ。だからオートだけど1だからこれ暑いんだ寒いんだ、あだから手動で2にしようとかができるのに、るそれができないんですよ。そういうことか。なんか改めてこうやって当たり前に見れてた世代を見るとここは早く戻してほしいなって思いますね。私は逆にこの世代のレクサスを持ったことがないので、現行の NX から、まあ、レクサススタートっていった感じで見るとこれやっぱ欲しいですね、うんうん、知らないと知らないだけど知っちゃうと当たり前にね。そうですよね。ステアリングヒーターとかもほらあのこれはすごくいい意味で褒めてるんですけど、レベル2まで段階があって、で2段階目だと結構熱いじゃないですか。そうですね。そうだからそういうのも可視化できてれば、あ今2だ1に下げようとかができるんですけど、でもたまにこれで俺熱くないかなと思ってもう一回押したらね全然違うレベルだったとかもありますから、はい、そこら辺はちゃんと見えるものは見えてほしいな。でも同じ7インチメーターでもこの逆に古い世代の方がなんかグラフィカルで
かっこいいなっていう気もしますね。ではここから自動車専用道路になります。ちょっと世代が古いレーントレーシングアシストにはなりますけれども、この巨体、この自動車専用道路でどのくらいの制御レベルなのかチェックしていきたいと思います。あ、でもこれだけ車高が高いのに、あ、結構割と難なく曲がっていくんですね。ロールして危ないっていう感じになるのかと思いましたけど、やっぱそこはレクサスだ、すごい。さっと曲がっていきました。さあ、じゃあ合流していきます。ちょっとだけ合流加速します。せーの、よいしょい。やっぱラグはありますね。ラグ感じますね。うん、ラグはある。レーントレーシングがオンにしました。あー、でも今ね、緩やかにカーブして直線に戻りましたけど、これ分かる人は分かると思うんですけど、多分ですね、私が所有してた先代の RX 後期みたいなピンボールになり気味な、ちょっとダメなレーントレーシングアシストの世代ではないですね。いい方ですね。レクサス UX とか ES みたいな、まあ要はあの世代のレーントレーシングアシストってフルモデルチェンジで最初からついていた車種の制御はまあ結構しっかりしていて、マイナーチェンジとかでついたモデルはなんかいまいちっていう印象が拭えなかったんですよね。少なくとも後期のレクサス RX は前期型のレーンキーパーアシストよりは良くなったものの、全然ね、安心して使うレベルじゃなかったです。で、今こう乗ってみる感じだとトレースの制御とか精度はすごくいい感じがしますね。最新世代とまでとは言わないですけどね、もちろん。あとはこの当時の悪かったところは、ちょっとでも力を入れると制御が外れちゃってたところなんですけど、これもね、外れないですね。ずっとちょっと手を入れちゃったとしても外されることがないです。まあ、つまりあんまりレーンキープに慣れてない方はこれオンにしました、ちょっと自分の感覚と違う軌跡をなぞった時に修正しちゃったり、もしくはちょっとグッと力を込めちゃった時に外れてついて、外れてついてってなっちゃう、あの後期 RX の現象はないですね。 LC とかも同じだったんで、まあ当然第3世代の一番新しいものの方がいいに決まってますけど、十分かもしれないですね。今はどうですか、皆さん乗られてて、こうほぼ私力入れてなくて、おそらく静電容量式なので触れてるだけでいけてる感じなんですけど、自然ですよ。はい、設定してるっていうのにちょっと気づかないぐらいすごい自然ですね。ふらつきとかもないですよね、例に対して、はい、これはちょっといい意味で誤算かもしれません、うん、使えちゃうな。でね、やっぱ世代が古いおかげでレーダークルーズコントロールをセットしてる間もメーター内の情報を全然自由に切り替えられますし、これですよね、これ大事。こういう時ぐらいしかメーター見ないですよ、はい、で80キロに設定していて、今ちょっと登ったりもしてましたけど、瞬間リッター燃費は15より上を指してますね。17とか18ぐらいを指してるので、あ、高速道路とかを一定速度で巡航すればこの LX もそれなりに結構いい燃費が出せるのかな。あえてリセット間平均燃費今リセットしてみました。まあね、今取り始めたばっかりですから何とも言えませんけど、普通にリッター順位とか出てますよね。だから普通にね、高速走行したら割といい。いや、これ勉強不足できましたね。でも多分この感じからしたらこれ6速じゃなくて8速か10速ですよね。これですか。うん、これは10、あ、やっぱ10速通りで静かなんだ。やっぱり多段式のシフトが採用されてると、高い位置のギアに入ったまま巡航できればやっぱ燃費も伸びますしね。すごいな。ちょっと一般道とこう、まあ、高速といいますか自動車専用道路とちょっと印象が変わりましたね。ね、そう、乗り心地もなんか別に、はい、むしろこうどっしりしてていい感じがするので。そうですね、街乗りが向かないっていうのがなんかね、燃費もそうだしガタガタもそうだけど、高速道路で移動してったりとかこういう道を走っていくのは逆に結構いいのかもしれない。もっとなんかふわふわ揺れたりとかあるのかなって思ってたので、その乗り心地とかなんか酔っちゃったりとかね、車高が高い車にありがちだと思うんですけど、はい、その感じも今んとこ受けない。なんでだろう、まるで印象が違う。そうですね、左右の揺れっていうのが全然ないなとは思うので、つなぎ目のいなしとかも結構うまくやってる気が今はしたな。だからある程度こう距離走って現地のキャンプ場に行くみたいなキャンパーの使い方的には全然ありないような気がしますし、
竹千代さんみたいに家から数キロ範囲内をストップアンドゴーするだけの人には鬼のような車になるかもしれない。まずいですね。まあ試乗車ですけどね、通算の燃費がさっき 3.1 とかだった。そうですね、はい、おそらく竹千代さんも同じレベルの燃費を叩き出すか記録更新する説もありますからね。満タンで300キロぐらいしか走んないですね。はい、ということでですね、試乗コースももう終わりということであっという間だったんですけれども、いやすごくなんか貴重な試乗になりましたね。やっぱり多分このボディサイズの感覚的なものはすごく上手にコントロールされてるんだなっていうことを感じたので、レクサス GX とかにおいても数値としてはねすごいでかいんですけど、割と運転してる時は気にせず行けちゃうんじゃないかなと思いました。で、まあ、そしてこう高速行きと街乗りで全然、まあ、我々3人の感じ方違ったわけで、まあ、ポジティブだったのはやっぱり高速行き、ちょっとネガが入ったのが低速行きだった。ただまあその低速行きのネガ、これが出る理由としてはやっぱこっち完全に本格オフローダーに振ってるからだと思いますので、 GX ももちろんそっち寄りではあるんでしょうけど、新技術の搭載等でよりオンロード性能が、まあそこまでプレスで歌ってるぐらいなので、いいものになっていれば受ける人も増えそうですし、 LX とのキャラ分けもまあ明確になるのかなと思いました。まあ、まずね、竹千代さんがあと1年ぐらいですか、来るまでに1年半ですね。ね、まあやっぱ結構転売目的じゃないですけど、乗るつもりじゃなくて買った方がどんどんキャンセルしているということで、気づいたら竹千代生一気に何台か納車されたっていうみたいなね動画になるかもわかんないですけど、まあその頃までにねちょっとでも改良が入ってね、オールウェイズオンに加えてちょっと大きな改良が入ってくれると長く待った身としてはいいですよね。正直 LX 試乗してみてくださいって言いたいんですけど、試乗車が置いてある店舗は非常に少ないと。そうですね、で今回私も竹千代さんも自分の店舗にないので、今回メンバーさんの店舗さんで心よく受けていただいてお貸しいただいてるっていうことなので、まあ皆さんも乗れるタイミングあんまないかと思いますが、ぜひですね試乗できた方は今回我々が感じたこの一発目の雰囲気というか印象とどうだったのか、また教えていただければと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。